皆さんこんにちは。今日は UFJ グループの経営統合をめぐって住友信託銀行との間で裁判に発展した採決平成16年8月30日を紹介したいと思います。ではどんな事件だったのか見ていきましょう。住友信託銀行は UFJ グループとの間で UFJ 信託銀行の一定の事業の移転を受ける事業再編及び業務提携に関して基本合意を締結しました。この基本合意書には各当事者は第三者との間で基本合意書の目的と抵触する情報提供や協議を行わない旨の条項が入っていました。ところが UFJ グループはこの基本合意を白紙撤回し、三菱東京フィナンシャルグループに経営統合の申し入れを行ったことから、住友信託銀行は UFJ らに対して事業移転に関する情報提供または協議を行うことの差し止めを求める仮処分命令の申し立てをしました。東京地裁は住友信託の仮処分命令の申し立てを任用しましたが、東京高裁は地裁の決定を取り消し、仮処分命令の申し立てを却下する旨の決定をしました。最高裁は次のような理由で住友信託の抗告を棄却しました。本件基本合意書の12条はその上見出しを誠実協議とし、その前段において各当事者は本基本合意書に定めのない事項もしくは本基本合意書の条項について疑義が生じた場合、誠実にこれを協議するものとすると定め、その後段においてまた各当事者は直接または間接を問わず第三者に対しまたは第三者との間で本基本合意書の目的と抵触しうる取引等に係る情報提供協議を行わないものとすると定めている。本件基本合意書には住友信託及び UFJ らが本件共同事業化に関する最終的な合意をすべき義務を負う旨を定めた規定はなく、本件条項は両者が今後上記の最終的な合意の成立に向けての交渉を行うにあたり、本件基本合意書の目的と抵触しうる取引などに係る情報の提供や協議を第三者との間で行わないことを相互に訳したものである。そして本件基本合意書には本件条項に違反した場合の制裁違約罰についての定めは存しない。住友信託と UFJ らは本件基本合意に基づき7月末日までをめどとして本件共同事業化の詳細条件を定める基本契約の締結を目指して交渉をしていたが、その後 UFJ らは UFJ グループの現在の窮状を乗り切るためには本件基本合意を白紙撤回し、UFJ 信託銀行を含めて三菱東京フィナンシャルグループと統合する以外に取るべき方策はないとの経営判断をするに至り、7月14日住友信託に対し本件基本合意の解約を通告するとともに、株式会社三菱東京フィナンシャルグループに対し UFJ 信託銀行の本件対象営業などの移転を含む経営統合の申し入れを行い、この事実を公表した。客観的に見ると現時点において住友信託と UFJ らとの間の信頼関係はすでに破壊されており、かつ両者が目指した最終的な合意の締結に向けた協議を誠実に継続することを期待することはすでに不可能となったものと理解せざるを得ない。したがって遅くとも審理終結時の時点において本件基本合意のうち少なくとも
本件条項についてはその性質上将来に向かってその効力が失われたものと解するのが相当であり、現時点において差し止め請求権を認める余地はない。ところで本件仮処分命令の申し立ては仮の地位を定める仮処分命令を求めるものであるが、その発令には争いがある権利関係について債権者に生ずる著しい損害または窮迫の危険を避けるためこれを必要とするときとの要件が定められており、この要件を書くときには本件仮処分命令の申し立ては理由がないことになる。そして本件仮処分命令の申し立てがこの要件を具備するか否かの点は本件における重要な争点であり、本件仮処分命令の申し立て時以降、当事者双方が十分に主張・訴明を尽くしているところである。そこでこの点について検討するに、本件基本合意書には住友信託及び UFJ らが本件共同事業化に関する最終的な合意をすべき義務を負う旨を定めた規定はなく、最終的な合意が成立するか否かは今後の交渉次第であって、本件基本合意書はその成立を保証するものではなく、住友信託はその成立についての期待を有するに過ぎないものであることが明らかである。そうであるとすると、 UFJ らが本件条項に違反することにより住友信託が被る損害については、最終的な合意の成立により住友信託が得られるはずの利益相当の損害と見るのは相当ではなく、住友信託が第三者の介入を排除して有利な立場で UFJ らと交渉を進めることにより、住友信託と UFJ らとの間で本件共同事業化に関する最終的な合意が成立するとの期待が侵害されることによる損害と見るべきである。住友信託が被る損害の性質・内容が上記のようなものであり、事後の損害賠償によっては償えないほどのものとまでは言えないこと、住友信託と UFJ らとの間で本件基本合意に基づく本件共同事業化に関する最終的な合意が成立する可能性は相当低いこと、しかるに本件仮処分命令の申し立ては平成18年3月末日までの長期間にわたり、UFJ らが住友信託以外の第三者との間で前期情報提供または協議を行うことの差し止めを求めるものであり、これが認められた場合に UFJ らの被る損害は UFJ らの現在置かれている状況から見て相当大きなものと解されることなどを総合的に考慮すると、本件仮処分命令により暫定的に UFJ らが住友信託以外の第三者との間で前期情報提供または協議を行うことを差し止めなければ、住友信託に著しい損害や窮迫の危険が生ずるものとは言えず、本件仮処分命令の申し立ては上記の要件を欠くものと言うべきである。以上の通りであるから、本件仮処分命令の申し立てを却下するなどした原審の判断は結論において是認することができる。よって住友信託の抗告を棄却する、と決定を下しました。今回のケースで裁判所は UFJ グループが三菱東京フィナンシャルグループとの間で会社の営業の移転などに関する協議を行うことについて、住友信託銀行が差し止めを求める仮処分命令を申し立てたことについて、その保全の必要性がないとして住友信託銀行の差し止めを認めませんでした。企業の合併と買収に関して独占的に交渉する際には、
契約で差し止め請求権の有無や存続期間、違反した場合の違約金などを明確に定めておく必要がありそうですね。最後までご視聴いただきありがとうございました。高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。また次の動画でお会いしましょう。